甘いもんは甘いもん。はい、突然なんですけれども、ちょっとしたタイトルコールから始まりました。この甘いもんのコーナーなんですけれども、青のエクソシストカルトクイズというコーナーでございます。はい、アニメ青のエクソシストにまつわるクイズをですね、僕が出題させていただきます、そして神谷さんと岡本くんにはですね、お手元にありますホワイトボードを使って回答していただきます、そんなに難しい問題ではないと思います。だといいんですよ、その雪男が腰に巻いている、あのバレットをこういっぱい詰めている、あれ一列何個何個あるか難しいな。それ無理ですよね。21個みたいな書かなきゃいけないとか。でも岡本くんは結構やっぱ漫画読み込んでいたりとか、アニメもね、台本とかの読み込みが違うからね。いや難しいです。これ僕も結構愛を語ってたじゃないですか、はい、どれだけ面白いかっていうのを。いやでも割と分かる、割と分かる、本当割と分かる、本当に割と分かるんで、まあ、はい、面白かったらいいんでしょ。大丈夫ですそうですね、そういうやつ。答えが合ってるかどうかよりも面白いか、その時のやっぱ空気かな。なるほど、ね、やりましょう。さあ、そして勝者の方にはですね、はい、甘いもんのご褒美があります、はい、甘いもんのご褒美、甘いものなのかな、それとはそれともなんか甘いもんなのかな、なんかいろいろあると思いますけれどもなるほど、そのご褒美僕も一緒にいただきますということでございまして、さあそれでは早速、はい、第1問に行ってみたいなと思います。はい、青のエクソシスト第6話、幻の料理人、覚えてますか？はい、ウコバクが出てきたやつだね。そうですね、ウコバクですね、はい。さあ、このサブ隊の、第6話、奥村凛はですね、合食の値段の高さに驚きます。さて、凛が食べようと思ったスペシャルランチありましたね、このスペシャルランチの値段はいくらだったでしょうか？これはわかりやすい、ね、なんだろう、この、はい、正解が確実にさあるものに対してボケようがないね、これね。そうですね。なんかこれぐらいの値段だった気がすんな。すげえ高かったなっていうイメージなんだけど。すごかった気がしましたね。あれ奥とか言ってましたっけ？奥？あれ？外食めちゃくちゃ高かったですよね。高かったけれども奥って言った今。そんなボケられても困るぜ。ゼロがめちゃくちゃあったイメージがあるんですよ、僕確か、オンエア見た時に。あれ違ったっけ、なんか原作にも書いてあるんだよね。そうですね、書いてありました。すっげー高いみたいな風になってて、はい、ただアニメで見た時その原作の値段とちょっと違かったなって思ったんだよな。よく覚えてますね、はい、ちょっとじゃあいいです、大丈夫ですか？はい、僕もこれでいいです。いきますか？ちょっとなんかゼロ消してますけど大丈夫ですね、はい、ゼロちょっと消しました、はい、岡本くんも大丈夫ですか？じゃあ、はい、それではですね、まずはじゃあ岡本くんから、はい、開いてみましょう。いきます、はい、はい、15,000円。おお、15,000円、切りのいいところですね。そうですね、はい、なんかいちご系だった気がするんですよ。1と5があったような気がするんですよ。ああ、そういう、確かにそういう気もすんな。で0がいっぱいあったイメージがあったんですけど、とりあえず1万ぐらいかなってことで0 2つ消しました。なるほどね。なるほどね。じゃあその前の値段はね、150ですね。150万でやったんですけども、学食のランチで150万で誰が払うんでしょうっていうね。そうね。メフィストさんならそれぐらいしちゃうかなってちょっと思っちゃう。じゃあその肝心のメフィストさんだったらいくらで払うのかっていうところ、じゃあ開いてもらいましょう。どうぞ。12,800円。お？まあ僕も近いんですけど、9,800円とかだったかな、忘れちゃいましたけど、まあでも1月28日僕の誕生日なんで。128買いました。なるほど、12,800円。さあ、ここでですね、答えでありますけれども、答えは、はい、スペシャルランチ、8000円です。あ、そんなもんだったか。8000円でございます。全然違うわ。そうだね、まあそうですね、はい、どちらかといえば、まあ普通に考えて12,800円の神谷さんの方が、ね、値段的に近いので、近いですよね。この問題はまあ神谷さんの、はい、立ち位と。確かに。まあ、近い方で言ったら僕ですから。そうですね。はい。参りました。まあ、ラッキー問題でしたね、これね。勘ですね、これ。マジっすか。第2問。12月27日が誕生日の奥村凛くん。はい。奥村くんの質問ばっかですね、これね。星座は焼き座です。はい。さあ、そんな奥村凛くんの、はい、今日の星座占いによるラッキーアイテムは何？え、は？はい。本日も収録日。もう収録日。あ、なるほど、そういうことか。そういうことですね。原作にはございません。あ、ね。ラッキーアイテム。あ、そんなわけでございまして。はい。どうしよう。なるほど。これ、そうか。かけ、かけあらポイント？かけあらポイント的に、
そうですね、まあ結構占いというのはねありがちなグッズ本当に身近なものを使いますけれどもね、まあ皆さんは一体どういうことを書かれたのかということですね。さあじゃあまず、ね、じゃあ神谷さんからいきますか。どうですか、はい、それじゃあ神谷さんお願いします。クレヨン黄色の、おー、おー、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、今日のラッキーアイテムだから。割、うん、黄色いものが、黄色いもの、ラッキーアイテム。はいはい、今日の、黄色いもの。今日のね。そうか、黄色いもの、さあ、黄色いクレヨン。黄色いクレヨンの後にですね、はい、さあ、岡本くん、自分のラッキーアイテム、そうですよね。わかるでしょうか。いや、やっぱり、そうじゃないですかね。ラッキーアイテム、オープン！チャーム。チャームじゃないですかね。ストラップ的ななんかつける身につける的なもの、はい、なら、はい、ならこれボケなきゃどうしようもないのに説明しちゃダメだから。ほらあの青エクのチャームというかあのストラップ売ってますんで。あ、いや、はい、正解はクレヨンです、クレヨン、ね、正解クレヨンです。ちゃんと宣伝したのにね、宣伝も混ぜたのにね、今ね、岡本くんね。そうですよね。ちょっとうまいなと思ったんだよ。しかもでもね、ちょっとね、近かったのが、はい、カラーがあの黄色って言ってたじゃないですか、はいはい、カラー、今日のラッキーカラーが、はい、レモンあ、レモン色。黄色なんですよ。あ、っていうか、リアルに調べたら調べたんだ。そうなんです、そうなんです。なんで、うん、レモン色のアイテムは、工具って書いてあるんですよ。工具。工具？まずは、トンカチとか、ありますね。こんなの分かるはずないじゃないですか。ちょっとラッキー的な行動。ボランティアしてください。なるほど。ボランティアをすると、なんか大変いいという。まあ、ボランティアしたら、それはいいだろうよ。そうです。誰でもいい、誰でもそれはいいことだよ。確かに僕も尊敬します、やった方。うん、していこうよ。ちょっとしましょう。というわけでですね、はい、視聴者は本日は、はい、神谷さんということです。よっ参りました。神谷さんにご褒美の甘いものをお渡ししましょう。なんか悪いね。ゲストに来ていただいてますね。悲しいですよ、僕は。はい、これはですね、あら、これって、はい、私の大好きな。あら。ドーナッツですね、これね。あ、大好きなんですか。はい。しかも超甘いところのやつじゃん。すごいですね、これ。有名なやつですね、これ。でも量的に、岡本くんの分もあるね、これ。そうですね。岡本くんもぜひ食べたまえよ。あ、まあ、勝者なんで、まあ、この、ぜひ。一番こう、食べちゃいけなそうな色のやつを食べます。ありがとうございます。真っ赤ですね。真っ赤で、銀色の感じですね。この音が聞こえますでしょうか。あ、すっごいシャキシャキいってる。何が入ってるんだろう。ドーナツなのに上に銀色のなんかジャリジャリするんだこれ。甘くて美味しいやつですね。美味しいね、美味しいね。甘いもんは甘いもんのコーナーでした。